雷が鳴っていますね、今ね。水が綺麗かなと思ったら、ちょっと緑っぽいな、今日はな。あね、天気は晴れてんだけどね。あんまこれ以上行ったら落ちるんでね、これ、スマホ落ちたらおしまいだけど。まあね、次はね、iPhone の14が、15はまあ、多分周りだけど、多分14で撮れたらね、いいんだけどね。まあね、YouTube チャンネルもね、まあそこそこですからね。まあ早く1000人いければいいんだけどね。今590何歩だからね。まあぼちぼちと。あと他の配信もね、やってるんだけどね。まあいや、これまたやっていこうかなと思うんだけどもね。YouTube は、まあ、ぼちぼち。あとゲームチャンネルと、まあやってるだけで。あとはちょっと天気とかね、やってるだけで。水の音は F 分の1の揺らぎがあるから、まあね、いいですよね。自然が好きな人は、まあね、11分の空いてくれたらなと思いますね。まあ、ここへんだと、ね、人の方が結構ここへんで、ということですね。まあ、いずれ1000人足したらライブ配信とかね、いいんだけども。まあ、4000時間とか難しいよね。今800時間ぐらいですか、再生時間で言えば。まあそれぐらいですね、今のところね。まあ4000時間いったらポリシーに審査があってね。まあアドセンス取らないと意味ないですけど、YouTube 自体が2025ぐらいまであるのかなって感じですね。まあ今のね、世の中は2023年今年で終了なんでね、ダボス会議でも見てくれたらいいですよ。もう今年でお金もリセットになりますから、でもそういう時代じゃないんですよね。これでサムネイルでは落ちなきゃいけないな。サムネイルはこれでいいということですね。まあね、星の壁ね、3つぐらいあるんだけど、目がね、キョトンとしてて可愛いという感じですね。まあ、編集能力があんまないからね、私のやつは。まだ、だらだらトミカとか流してるだけなんでね。まあ、いずれ YouTube も1000人行くけど、いいけどな、わからんな。いつもここ来たら猫がいるんだけど、猫はいないですね、今日はね。いつもは猫がいるけど、多分暑いから隠れてるのかな、と思いますね。暑いね、帽子持ってくればよかったけど。カービィも暑い暑いって言ってるから、カービィちゃんが。ああ、木の木漏れ日もいいな、だけどな。よくね、木漏れ日もいいと思って撮ってんだけどね。まあ、普通の YouTube だったら、ちょっと激しい方が人気出るんだけど、私の場合はこういう感じですね。で、田舎でやる人は大体再生回数少ないけどね、あれやり方がちょっとね、ちょっと、あまりにも普通すぎるんですよ、あれは。だから私は星のカービィがあってね、ちょっと良かったかな。あとは漫画が好きでね、あったかなと思いますね。やっぱり自然がなくなったらこれまずいんだよね、夜中ね。猫ちゃんがいなかったですね、今日はね。残念ながら。まあこれチャンネル登録は、まあよかったらチャンネル登録と、まあグッドボタンね、よろしくお願いしますね。まあ次自撮り棒を買いましょうかね。まあ新しい多分動画のサービスが多分2024ないし5ぐらいでしょ。ゲームが主力産業になるのが2025ですから。多分今の学校や会社はもう今年終了ですね、はっきり言うと。まあそういう、数百年に一遍の終わりが来ますね、はい。まあそういうのは全部情報で分かりますからね。まあよかったらチャンネル登録とグッドボタンね。これから多分個人の趣味が生きる時代来ますね。個人が活躍する時代。会社じゃないんですね、別に。